皆さん新年明けましておめでとうございます。ようこそ視聴室へ。1月号新春号になります。今日はあの常総市の令和5年合宿交換会が今終わったばかりの舞台の上で撮影をさせていただいて、新年の視聴動画ようこそ視聴室へにしたいと思います。今日は皆さんにぜひお伝えしたいのはですね、常総市の令和5年うど市になりますけども、うさぎうど市というのはこれまで頑張ってきた蓄積してきたそういうものをビョンと跳ねる年と言われています。ぜひ常総市にとってもそんな年にしたいと思いますし、まさにそんな年になる今年の道の駅がいよいよオープンをいたします。名前も決まりましたよ、道の駅常総。そして、今日発表させて、いただきましたけども、グランドオープンの日が決定をいたしました。ゴールデンウィーク前の4月の28日ゴールデンウィーク前の4月の28日にいよいよ道の駅常総のオープンを迎えます。ぜひ皆さんこの道の駅を楽しみに、そしておいしいものを食べたり、友達と遊びに行ったり、そして一日ゆっくりしたり、こういう市民の皆さんのための道の駅でもありますし、また多くの方がここには訪れると思いますから、そういった方々の交流、そういう場にもお使いいただければありがたいと思います。この道の駅を中心に、そしてアグリサイエンスバレー上層、あの6次産業空飛ぶ1号グランベリー第一さんもオープンをしています。これからどんどんツタヤンも隣にオープンをしてきますし、いろんなところがここに集まってきます。ここから石毛の商店街へ、三街道の商店街へ、アスナロの里へ、鬼怒川へ、小貝川へ、坂の家へ、市内の全体にここの活気が伝わっていくように、そして皆さんの誇れる常総市になる大きなスタートの年になりますので、今年1年間どうぞよろしくお願いしたいと思います。